日本群馬県桐生市宮前町宮前町は群馬県桐生市の町名。現行行政地名は宮前町1丁目から宮前町2丁目。面積は0.19平方キロメートル。郵便番号は376-0046。桐生市の中部に位置する。末広町、堤町、波町、元宿町とともに桐生市大八区に属する。東北部は 小曽根町に、東部は、山手通りを境として、永楽町に、東南部は、末広町に、南部から、西南部にかけて、JR 両毛線、渡瀬渓谷線を境として、ともえ町、元宿町に、西部から北部にかけて、堤町にそれぞれ接する。町内南部を、JR 両毛線、渡瀬渓谷鉄道が、町内北部を、高下電気鉄道が走っており、 鉄道路線に挟まれるようにして、群馬県道3号前橋大間ま気流線が通じている。筒見町の白髭神社に近い西側の外区が1丁目、東側の外区が2丁目となっている。高下千日気流駅の所在地であり、末広町の両毛線気流駅にも近いため、ホテルや旅館など宿泊施設がある。かつての元宿村の一部にあたる。年に、 今泉村、堤村、元宿村、村松村が合併して、安楽土村となる。1889年の町村静施行により、気流新町、新宿村、安楽土村、下久方村、上、久方村平井が合併して、気流町が発足、安楽土村は気流町の大技の一つとなる。百二十一年の市静施行を経て、百二十九年に、 大技が廃止され現在の町名である宮前町となった。2017年8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町内に気流市から指定された指定緊急避難場所、指定避難所はない。ありがとうございます。